4歳はそうですけど京都市の養護連携型認定こども園の学級の編成職員設備及び運営の基準に関する条例をもとに言っているのでここの区分の中では、えー、そういう形では記載をされておりません。でやはりあの、まあ、子どもにとってみればあの保育の必要長時間 のあの子どえー、保育ですね親御さん働いておられて預けられる子どもさんと、まあ、言うた幼稚園の,この短時間で預けられる子どもさんとが一緒に暮らすという点でいうと課題があるという点はあの指摘をしておきたいというふうに思いますで、えー、やはりあの今回廃止をということで、えー、財政的な 問題で老朽化対策をしようと思えば、民間にした方がいいということですけれども、やはり京都市の公的な責任から言えば、公で建てられた施設を民間に移すという点で言えば、大きな公的責任の交代だということを指摘し、終わります。あは担当部長 冒頭でいただきました距離のことについてお答えさせていただいてもよろしいでしょうか川わ先ほどの距離のことですかはい一番遠いところから郵便までは約1.2キロというようにでございますあの一番遠いところから郵便まで1.2キロというのが最大の長い1.2キロあっ1.2キロメートルはい1.2ですすみませんはい いいまたあの資料でまた提出させていただきます、はい、すみません、はいえっと、資料要求されますか、かわいい、1.2キロというふうになりましたけど、はい、はい、かわいい、キロ数はよくわかったんですが、その1.2キロの資料というのが、1.2キロと書いてあるだけなのか、<laughs> ちょっとそイメージが持てないもので、すいません。<laughs> はい東担当部長 あの、ますいません、えっ、ー、と、どう変わるかを含めて、資料で提供させていただきます。はい、えー、それでは今、今河合委員から提出がありました。あの、ええー。有隣。小学校、元小学校の方までの。いわゆる、なちゅうか、大円柱ですか、そういった、詳細な資料。ええー、理事者提出できますか。あ、では、担当部長。提出させていただきます。はい。 理事者、提出できるとのことですので、委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんかはいご異議ありませんので、委員会資料として提出を求めることに決定いたします。はいえー、と他に関連ございませんか今の件につきましてあ、失礼、大津副委員長、えどうぞ。はい えっとえー、本当は一般質問でちょっとしようと思ってたんですがあのこちらの議案の関連でというふうにいただいたので、えー、ちょっと、まあ、開示要場合から少しそれるんですが、えー、っと今朝の議会でもあの、えー、公立幼稚園を同じように、えー、認定こども園、えー、に移行させることによって、えー、待機児童の解消に役立てれることができるんじゃないかというご提案をさせていただきました。で あのその時お答えいただいたのがです、ね、あの単純に仮に幼稚園が空いていたとしてもいろいろな施設を作ったりすると、えー、そんなに人が入れないんですよというようなあの副市長からの答弁もありましたで今回、まああの、この開地の議案を見てましたら1、ねえー、つは、えー、開地幼稚園が昭和42年建築で非常に老朽化しているとでこれが国庫補助金でこれ保健福祉局に聞いたら、えー、次元的に今やったら12分の1 で市の負担がいいとでその期限が過ぎても4分の1でいいということを聞いておりまして、まあ、この老朽化対策としても一定国の補助が下りるということがありますでその上で今回もともと開地幼稚園90人枠やったのが保育と幼稚園が倒して135人枠まで広げれましたというようなことだと思いますで、まあ、先ほども保健福祉局で待機児童の話はずっとしておりまして 10月1日現在の待機児童、1000歳待機児童を足すと1370人ということで非常に大きな課題になっています。であの今回です、ねあの、事前に資料を要求させていただいて一律幼稚園の,あの園舎の築年数というのを一覧をいただきました。で一番古いのですと体験幼稚園が 教室は昭和11年建築で80年ということで非常に古いのでこれはおそらく建て直さないといけないのではないかなというようなものだと思います。ちょうどこのの体験幼稚園ががあるのが保育提供区域でいくと 上行の2位というところでして非常に提供が追いついていないなおかつ保育所の増設であったりというところの計画があまりうまくいっていないエリアでございますで同様に県立幼稚園とか小来幼稚園もこの上行2位にあたるんですがこの辺りも大体築年数と書いて 海中幼稚園と同じぐらいで50年近く経っていて非常に老朽化が進んでいるという現状がありましてえなかなかあの特に上行、中行下行といったあの田の字地区を中心にですねえ場所が高くて用意できなくてとまあそんなことが要因でなかなか待機児童対策ができていないという中でえーこの3幼稚園なんかはあのまあこれ個別に事情はあると思うんですがえ同じようにこう認定こども園 の移行を検討すべきような対象ではないかなというふうに思っております。で、あの定員の方を見てもですね。えー、っと体験幼稚園は70人定員に対して39名、えー、半分ちょっとですね。で、検流に対して関して言うと90名のところ38名ということで、まあ、3分の1に近いで、将来も90分の44ということで半分。 切っているという状態でやはり幼稚園のニーズが下がる中で保育所のニーズが高まっているというところでこれ、ちょっと一例で挙げているんですけどこの上行2の区域のこの3つの幼稚園に関して認定こども園への移行というのを具体的に検討する価値があるのではないかなと思っているんですが改めてちょっと見解を聞かせていただきたいと思います。稲田総務長あの私のもも この間、保健福祉局と連携しながら、えー、待機児童対策の解消のために、えー、いろいろな手を尽くしております、この会計、まあ、幼稚園のも県もそうですし、産業幼稚園での取り組み等もしておりますし、まあ、あの預かり保育で、まあ、幼稚園、私も含めて 保育要件のある子どもたち2000人近くを受け入れている中で待機児童の解消が大きくまあ貢献我々としてもしていると思っております。で確かにあの上信越の今ご指摘の地域あの待機児童は多いということでございます。ただあの今回の海地幼稚園のようにまああの。 いわゆるもう明治20年前後からすごく大変歴史のある幼稚園を廃止というご決断をなさるというのは非常に地域の方のご判断が必要になってくると思いますしまたあの施設的にも結構小学校と併設の幼稚園も多いますので幼稚園単体でその施設整備をするべきなのかあるいはその小学校そのものが今後どういう施設整備をするかあるいは統合等の動きがないかともそういったものをいろいろ考えていくと。 設整備しなければならないところありますので、あの教育委員会としてできる限りのことはさして、あの待機児童のために解消のために保育園福祉局と連携しながらはしておきますが。があくまであの認定子、同盟が全てではないと思っておりますので、今後またあのえー、待機児童の多いところを中心に教育委員会としてできることについては、いろいろ検討していきたいなと考えております。大津副委員長はいまあ、あの？ えー、地域のお声も当然大事ですしあの行政側からもここは変えるんだという,ふうに一方的にやるのもなかなか難しいのも、えー、理解しております、で私もちょっとあの中業選手ですの、ね、で上業の地元のことにすごく詳しいわけではありませんがあのあのうちのです、ね、森議員がちょうど湘蘭学区に住んでおりまして湘、まあ、蘭なんかはやっぱりその、えー、保育園が足りないという,ふうに困っているお子さんが多いという声も。 あると聞いてますので、まあ、あの地元の方も選択そういう選択肢があるななということであの議論が始まることもあると思いますのであの引き続き検討していただきたいなという,ふうに思います。でこの特に先ほどちょっと申し上げた体験幼稚園の80年というのはこの間の,あの施設マネジメントの観点からもあの建て替えが必要になるような建物になるのではないかなと思うんですが、まあ、こういうのも建て替えるのであればというのでまた議論のきっかけになる可能性十分あると思うんですがこの辺の,あの。 老朽化に関しては今後、どういうような今状況なんでしょうか。稲田総務長まあ体験あの幼稚園については、体験小学校と、元体験小学校とまあ一体化になった施設でございまして、でもうすでに幼稚園全体としてあの耐震補強が必要なところはすべて完了、平成22年にはすべて完了しておりますので、えー、施設的に安全はあの確保できていると思っております。またあの今ちょうどあの フランス学園というのが体験小学校の中に入っておりまして、その際え、その改修等もすでに行っているところでございます。なかなかの小中学校の生学校施設マネジメントについてはまあ。 一気に老朽,化が迎える老朽化して改築期間を迎えるということで平準化に向けて計画を作っているわけですけども幼稚園についてはそれぞれの施設状況を見て個々に判断していくというふうに考えておりますので今のところ近く改修,する改,修改修するという予定は今ないいところでございます大津副委員長。はい分かりまましたあの、まあ 子ども若者博組局ができる中で私はこの間できれば私立幼稚園も新しい局の管轄にした方がいいんじゃないかという意見を述べさせていただきまして、まあ、ちょっと見解は違ったんですが密接な連携をしていくというようなお話もありましたのでぜひ、多分僕ちょっと今回紙業を取り上げましたけどおそらく伏見とかでも同じような状況のところがありますのでぜひ個別に地域の方も納得していただけるようなところがあれば進めていただきたいなと思いますので。 よろしくお願いいたします。はい、よろしいですか。えー、この件に関連しては他にございませんか。はい、鈴木。まあちょっと土地勘が全然ないので、すか、ちょっと確認だけしておきたいんですけど、えー、まあスケジュールとして、えー、この12月に法人を決定されるとで。 4法人から応募があったということで、まあ、今はまだ発表するわけにいかへんと思うんですけども、まあ、十分にその受け入れる法人があるというふうに1つは思っておられるんでしょうけれどその確認とそれから、園舎の解体及び建設工事とありますが、えー、っと園舎の解体は、えー 市が負担するのか、まあ、建設工事はその法人が負担するんであろうと思いますが、その土地は、えーまあ、どうなるのか、でまあ、30年4月にまあ認定こども園と開園するわけですもうこれは名前がどうなるかどうかとか、まあ、いろんな話題,話題がありますが、今ちょっと僕が今聞いた範囲の中での問題について、ちょっとお答えいただきたいと思います東指導部担当部長。 はい今の法人の件でございますが、あの京都市内等と,ということで、ちょっとあの幼児と幼稚園と保育をしていただける法人を選定をあの募集をしておりますので、そのあたについては大丈夫かというふに思っております。12月末にまああの今月中に日選定としまして、ま29年度の時にま定期の借地 の契約そしてまた建設工事に着工し30日4月に施設のオープンという状況で進めてまいりたいなというのを持思っております、えー、費用につきましては、えー、と事業を下,下持ちという状況で、えー、させていただくということでございます鈴木えっと要するにえー この年内に12月中に4つの法人から決まる一つがでそこが決まって、えー、着地契約をして、えー、園舎の解体今の建設工事はその法人が全部すると、えーまあ、もし差し支えなかったら着地契約どのくらいされるのか、まあ、これからの話何なのかも分かりませんが決まっていったら決まっているので発表していただきたいというふうふに思います。はい あずま担当部長はい借地契約につきましては当初の六年間につきましては四分の一の減免適用をあ四分の三減免をさせていただきまして四分の一ということで年間百七十五万五千円をいただくということになっております以上ですはい続きわかりましたえっ、ー、と今の数字はねまあこの数字が安いのかどうかをまた判断してから 建設工事と解体と、これはまあ法人が最終いろんな入札等で決めはると思うんやけども、予想価格というかな、あのまあ、普通、建物、このぐらいの公円を作ろうと思ったら、何億かかるかって,っても定番で決まってると思うんですけれども、まあ、それも範囲の中では知らせ報告できるんうなったら報告してください。稲田総務長今現在あの 例えば床面積1300平米のものをまあ想定しますと、大体いい建設費自体が5億2000万ほどかかるというふうに考えております、ただその場合、国の補助が約2億、京都市の補助が5000万ほどありますので、法人自体は3億前の後の負担というふうに考えております鈴木よろしいですか。はい えー、他にございませんかなければ次に議第211号私立西大寺小学校増築工事請負契約の締結について質疑のある方は挙手願いますはいわかりました、えー、それでは堀井委員、えー、そしたらよろしくお願いしますあのー、このお建て替ええー、に、えー 受け入れ工事の締結にあたってですけれども、あの西尾市小学校、今年度5月1日現在で123名の児童数で、まあ、地域の防災の拠点としての機能を備えた体育館ができるということはあの、大変望ましいことだというふうに思っております。でこのの間体育館ととプールの複合施設として渦政小学校が 私自身は思い浮かべることができるんですけれども避難所としての機能がうずま沢は確か建物の中にあったというふうに思うんですがここの場合はあの倉庫が 2, 2棟ですかでしかも7.7平,平米といったらめちゃめちゃ 2.5×3 ぐらいの広さなのでこれって中に一体型に入るんじゃないのかなっていうような思いがあるんですが。 まあ外付けになっているのは何か理由があるのでしょうか、教えください稲田総務長あの防災備蓄倉庫につきましては、あの今申し上げました、西側の部分はもちろんプラスアルファではあるわけですけれども、まあ、体育館にあの改築のときに一般的なのステージの下。 あ、体育館のステージの下を活用した防災備蓄倉庫も、も、あの、当然、あの。あ、普通通りありますので、そこは、あの、ご安心いただければなと思っております。え、堀。あの、なんか、外付けの倉庫はどういう働きをするのかということ、をちょっとお伺いしたいなと思ったんです。ものすごく必要な部分なのかどうかということです。西宮担当部長。えっと、ただいまの質問でございますが、その。 形と整、まあ、形、長形というのは当然出てくるわけですけどもあの外付けの場合と中になんですけどもあの本ケースの西表示の場合については、えー、形がちょっとあの長形にはしづらい状態の位置関係がございましてでもうちょっと南下がりますとあの消防の、えー、と耐震棒火水槽がございましたので。 それもちょっと外さなあかんということで、外付けになった経過がございます、はい、堀員ちょっとよくわからないんですけど、あのまあ、あの形の上でというような形なのかもしれませんがあの、契約の方法なんですけれども、これ、あの競争入札っていうふうになっておりますけれども、これ、あの1社だけがあの手を挙げたというのでしょうか、それとも何社かあったのか、ちょっと教えいただきたいと思います。稲田総務長 入札につきましては9月28日に開設しておりますけれども、5社が入札に参加しております。堀<井>な,なぜそういうことを聞くかと言いますと、うずまさ小学校よりもあの、いわゆるスペース的には狭くて、で金額は多いのでね。えー どんな違いがあるのかなというようなことをちょっと思いましたので機能的な部分でいうと、まあ、変わらないのだろうとは思いますけれどもその辺でちょっとお伺いをしたかったということで、まあ、5社もあったということですねはいわ、えー、かりました、えー、とそしてですねあの私自身ちょっとお伺いしたいというふうに思いますのはあのこれあの解体が行われますねあの 体育館とプールので、まあ、いつもいつも言っていることなんですけども子どもにとって本当にアスベストが飛散をするというのは大変な問題ですので本当にあるなしにかかわらずきちっとした対策をとってアスベスト対策をとって対応していただきたいということと。 解体するときには教育委員会自らが出向いていって、その状況を調べていただきたいなというようなことを正直思っております、それと、建物の下が今度、運動場、プールの下、あるいは体育館の下が運動場になりますので、そこの土壌の調査というものも、計画に入っているのかどうか、ちょっとお伺いしたいなと思います稲田総務長。 まあ、アスベストにつきましては、これまでご答弁させていただいておりますと、の予想されるもところについては、原風をしながらあの、一切漏れないような形で工事はさせていただいておりますし、その工事の公務管理についても、きちんと、務見、えー、部等でやっていただいているところでございます、それから、まあまあ、土壌についてももちろんあの、当然やっておりますので、あのあのこのその上でこの契約をあの、この工事契約を進めているということでございます。あの特にあの問題があるものではございません。 あの私自身がお伺いしているのはあの解体した後のあのところなんですよねあの部分が運動場になるわけですよねですからその,あの両風学園でも問題ありましたよねでそれと同じような形になるのかならへんのかその危惧がありますのでそのいわゆる建物を撤去した後の土壌のチェックを必ずしていただきたいということをあの申し添えて私の。 終わります稲田総務省的に必要なことですね全てしっかりさせていただきますはい、えー、他にございませんかなければ以上で二拓議案に対する質疑終わります二拓、えー、議案審査に関連する理事者はこれでご退席願いますご苦労様でしたそれでは次に請願審査を行います えー、請願第1号全員制のあごめんなさい青岩第31号全員制の中学校給食の実施を審査いたします前回の審査を継続いたします何かあ質問はございませんかはい田本委員 中学校における家庭弁当の教育的効果についての資料を出していただきましたそれを見て平成11年の調査を根拠にしていたことが記されておりまして、まあ、驚きましたが17年前 現在の保護者の働き方やひとり親家庭なども含めて、家庭事情が大きく変化していると思うんですね。まあ、そういった意味では、11年前の調査を根拠にするのではなく、今の現状の上での状況をしっかりと見ていただく必要があるんじゃないかと思うんですが、その辺の理解はどのようにされているでしょうか。宮本市長 家庭からご持参いただくお弁当の教育的効果、意義ということでございます。 あのお示しいただしさせていただきました資料につきましては、中学校給食で、中学校での給食について、京都,に京都市におきまして、どうしていこうかということを検討委員会でご議論、アンケート調査とか、いろんなことを含めてしていただきました、そういった中身について、しっかりとまとめられておりましたものをご提出させていただいているものでございます。お弁当に取り巻くいろんな家庭環境社会環境境社会の変化と このお弁当を作るということに対しての意義であるというものにつきましては大きくは変わらないというふうに認識をしております田本委員。まああの お弁当を作ることそのものについてあの全面的に否定しているわけではもちろんないんですけどもやっぱりあの弁当を作りながら対話子どもと対話ができるだとか家庭の事情の許す限り栄養のバランスの留意した弁当を持参が望ましいというようなことはもちろんあるわけですがなかなかやっぱり経済的な 状況の中で,で、また親の働き方もあの非常勤で働く非正規労働者が今、増えているという状況の中で私たちの周りの中でも本当に朝早く出かけられていって夜遅くに帰ってきてというようなご家庭で非常にあの子どもたちが職についてあの厳しい状況にあ,のあるご家庭も増えてきているように感じます。 で実際、そういったあの状況の中から全国的に、ね、今、こあの子ども食堂というような取り組みも、ね、やっぱり、故障させない子どもたちにあの楽しく食べさせるような環境を作ろうというような取り組みがね非常にあの貧困問題であの注目もされているというところに鑑みるにつれてね私はあのもっとあのそういった社会状況というものにもあのしっかりと見た上で 判断してていいいいく必要があるんじゃないかなかという,ふうに思っています。の小学校の給食が子どもの成長発達に大きく貢献していることはこの間も議論してまいりましたし重要な栄養補給源になっていることも,もう誰もが認める事実という状況になりますそれが中学校に行っても同じことだと私は思うわけです。 栄養バランスを考えた選択制給食がなぜやっぱり子どもたちや保護者から選択されないのか、ここにやっぱりもう少ししっかりと検証していく必要があると思うんです、やっぱり子どもたち自身に声を聞く、保護者の声も聞くっていうことが非常に大事ではないかということが言えると思います。 でまたあの先立ての本会議であの食品ロスの問題も、ね、あの議論されて私きあの、注目してたんですけども、あの選択制給食の残差あの、食べ残しが非常に多いっていうのも、これもあのそういった側面から見逃せない、見過ごすことができない問題ではないかというふうにも思っております、えー、そんな点についての,あのご見解もお聞かせください。宮本市長 ご家庭のあのそれぞれのあのいろんな状況の中で変まあ変化してきていることはあのあろうと思っております。そういった中であの確かにあの毎日ですねお弁当を持って作ることが 難しいという状況のご家庭もあるわけですのでそういった方にはやはり私ども栄養価含めて自信を持って提供させていただいております中学校給食これは選択していただきたいというふうに思っておりますし喫食率につきましても少しずつではありますけれども伸びている傾向が見られるというのはそういった方々が選んでいただいていることであるのではないかなというふうに思っております。たただそういった給食 給食を提供する中で、えー、いろんな課題があることも確かでございます、えー、いわゆるまあ食べ残しの部分も、あの私どもといたしましても大きな課題であるというふうに受け,て受け止めておりますので、こういったことに対する対策も、これからしっかりと検討しながら取り組んでいきたいというふうに考えております田本委員あの本当にそ,うそこのところを追求していただきたいと思うんですね。あの本当にあの 給食が必要な子どもがねみんな洗濯してくれてで食べ残さずにしっかり食べてくれてたらあのいいのかもしれないんですだけど洗濯してほしいのに洗濯やっぱりしない。 子どもさんがいて保護者も子どもがどうしても嫌だから作ってほしいというふうに言われるというご家庭もございますしで実際、栄養価があるんだけども残しているということで言えばねそれはちょっとやっぱり当初の,そのしっかり食べていただいてこそ栄養補給になるのにそうでない状況というものを検証していく必要があるというふうに思うわけです。 昨日は山科の保護者の方が中学校給食の実現に向けて各議員の会派の先生たち要望に来られましたアンケート活動に取り組んで来られておられまして全員性の温かい給食を願う保護者の声をご紹介いただきました本当に一生懸命取り組んでおられるお母さんの声を聞いて私もやっぱりこの。 全員の給食、温かい給食というのは進めるべきだということを実感したわけですが私自身もです、ね、あの帰宅ですけどもあの最近あの近所の6年生の保護者の方とお話ししましたところ子どもに弁当作ってほしいと言われているとで作るつもりではいるんだけどもそれはできれば小学校と同じように温かい給食にしてほしいということをおっしゃいましたし多くの保護者が私と同じようにそう答えると思うと。 ようなこともお話ししされてましてまね私は今回ご提示いただきました17年も前の古いデータを根拠に私は答弁するのではなくてやっぱり今の実態をしっかり見据えた上で給食の在り方を改めて検討していくということに取り組んでいただきたいということを思っておりますので。 ぜひあの、あり方を検討するということから出発してもらっていいと思うんですね、そんな中で、やはり全員性の温かい給食があの必要だということの結論がね、おそらく出るんじゃないかとは思うんですけども、やっぱそこから出発していただくこともあのお願いもいたしましてあの、質疑といたします、終わります。はいえー、他にございいませんか,かいいはい あの私もあの資料をいただいてあの読ませてもらったんですけれども、えっと、子どもたち中学校育ち盛りの子どもたちのバランスの取れた栄養をどうするかという点での部分にはもう触れられてないあの給食という点での,あの教育的効果の 説明はこれではもう十分ではは十分ないいと思いましたそれから、えー、この間あの議論の中でも食育基本法ができて学校給食法が改正をされたそのことは、えー、京都市が選択制の給食を始められて以降のことだという話はされ,あのされてきたことがあると思うんですが。 学校給食法の第8条に、学校給食実施基準という規定があります、ご存知だと思います。であの平成21年に、この規定に基づいて、学校給食の,この基準、学校給食法の改正にも基づいてあの、全面的に改正をされております。でその中のの中学校給食の基準、えー 1> この第1条に学校給食の実施の対象という規定があるんですがこの条文はどのようなものかご紹介いいいたただきたいと思いますえ。宮本市長。 学校給食法のの関係でございますあの第8条につきましては、学校給食の実施基準ということで、文部大臣が定めておる基準でございますけれども、 その学校給食を実施するにあたって必要な基準をこの中で定めておるものでございまして、えー、義務教育学校の設置者につきましてはこの実施基準にもって照らしてです、ね、適切な学校給食の実施に努めるものとするというふうに記載されているものでございます。私どもまあ中学校につきましてはあ 議論をした上で、現在、選択制の中学校給食を実施しておりますし、小学校につきましては、実行方式を中心に実施しております、総合援学校につきましては、ククチル方式ということで、それぞれの学校の実態に応じた適切な給食を現在、取り組んでおるところでございまして、そういったものについて、日々、常に検討、改善を加えながら、さらにより良いものにしようということで、鋭意、取り組んでおるところでございます。 かわい,い私の質問には答えていただきませんでした、教育長、学校給食基準の第1条はどのように書かれているでしょうか稲田総務長変わって、答弁させていただきます、ま学校給食実施基準の第1条につきましては、の学校給食の実施の対象が書いてあるわけですけれども、当該学校に在学するすべての児童、または生徒に対し、実施されるものとすると書いてあります。これはあのえー 子どもたちすべてを対象にするという意味でございましてすべての子どもたちが例えば中学校の給食弁当を必ず食べていなければならないというものでなくだって京都市のような選択制も,もこれに合致しているといかあかクリアしているというふうに市田教育次長。 えっと若干補足させていただきます。あのただいま申しましたように学校教食は在学するすべての児童生徒に対して実施されるものとする。これはそういう,ふうに、えー、基準で明記されておりますが、これにつきましては法改正前から同様の記載となっておりますので、この部分については変更はございません。田本委員、あ失礼、可愛い,い。わかりました。えこの基準についてまあ変わっていないとすれば対象はすべての。 児童または生徒に対し実施をされるということであるならばこの最初の文言は学校給食はと書いてありますあのそういった場合に食育、えー、基本法が、えー、できそして学校給食の中で学校の、えー、給食を食育として重視しようということが書かれましたそしてそのこの、えー 1> 第1条の後にはどういう栄養のバランスが必要かということもあの実施基準については述べられているわけですがそれをきちっとあの実施をしていく責任が私はあると思うんですこれをそのまま読んだらすべての児童制度に対して実施をされるという点ここがすごく大事なのではないかというふうに思いますぜひあのこの視点から またあの先ほど玉本委員の議論だとか、この間の議論、またあのお母さんたち、えー、市民の皆さんからの要望などでいえば、全員,全員であの給食実施してほしいという、この願いにあのやっぱり応えていく必要があるというふうに思いますよろしいですか、稲田総務長。あの全ての 子どもたすべ、まあ、ての子どもが中学校弁当を選択できるという対象になっておりますのでこれはこの実施基準に合致しているというふうに考えておりますの国のいわゆる完全休職の実施状況という調査でも京都市は周山中学校以外97.3%の中学校で実施というふうに回答しておりますのでそれが我々の文部科学省も それで良いというふうに判断しておりますので、ご理解いただきたいなと思っております。あのこの文言はそういう意味でございます。はい、よろしいですか。他にございませんか。なければこの取扱いはいかがいたしましょうか。えー、まず自民党さん。まああのこの間の委員会、え前回の委員会でも申し上げましたように。 あの前回は私どもあの自民党議員団といたしまして、やはり今の現在の選択肢が一番あのいい形であるということでございまして、前回はあの不採択を主張させていただいたんですが、文言訂正とかですね、取り下げっていうことも、一つは、 その選択肢に入れていただいた上で、えー、この間は、えー、継続審議と留保ということにさせていただきました、でちょっとお伺いしたいんですが、これはの取り、この文言訂正とか取り下げの話については、されたんでしょうかはい、田本委員はいあの、えー、請願者と、えー、話し合いをさせていただきまして、まああの 前回お話ししましたように早急っていうのは確かにあのすぐに全部変えようっていうわけではない,ないとだからそこに関しては文言修正をあのすることも考えているということはあの話させてもらったんですが、まあ、取り下げるっていうことに関してはあのやっぱり取り下げるのではなくあのこの請願そのものはあの。 皆さんでもっと議論してほしいというお声でありまして、そういう手続きには至らなかったということです。富、はい、先ほども申しましたように、私どもは今現在、やっておられる選択肢についてはあの、一番望ましいの形であると、このようにあの私ども、議員団として考えておりますので、 この請願に関しましては、えー、不採択、私どもあの主張したいと思います。はい。共産党さん。はい。えー、あの切実な願いを受け止めていただきて、ぜひ採択していただきたいと思います。はい、えー。公明党さん。えっと公明党もあの前回の審査の時に、えー、まあ今日のこの審査のまでに一定の請願者からの 具体的な対応があればということで、理由をさせていただきましたけれども、今、お伺いするとあの、取り下げもされないということでございますし、文言も修正がないようでございますので、あの私どのもも塞いだということにしたいというふうに思います。はい、なお、あの議員なんで,です、ね、議論をしてます中で、先ほども共産党の皆さんからいろいろ主張がありましたが、あのいわゆる 選択性が最善、最良であるかどうかというのは、これは時代とともにいろいろ変化をしておりますので、これは議論をしていく必要は十分あると思います。ただ、だからといって、それを全校実施の中学校規則にするというものが果たしていいかどうか、これも一定、問題、課題があるんではないかということでございます。で現段階でで私私ははも議員団としてはですね 選択制の中学校給食については,やはり選択の幅を持たしているということの優位性これがやっぱり1つ中学校の子どもさんたちは一定成長しているわけですから非常によろしいというものと先ほど田本先生が申し上げましたけれども今でもその職人数が多いというのであればですねもしも中学校で全校実施をしたらさらに多くなるのではないかとその量が増えるわけですから。当然その 全体があ全部おいしいと食べる人もおれば食べられないという人も出てくる、まあ、そういう面ではあの量も逆に増えていくのではないかという議論もあったりしましてあのこのままの状況ではです、ね、議論がしよ、まあ、うがないのであの不採択にしていただいて、えー、各会派の意見は意見としてです、ね、今後、あの議論を継続してさればいいかなということでございます。はいえー、民進党さん えっとこの間、まあ、この数年ですね、あのー、この学校中学校の学校給食の請願がよく出てきます、年に1回か、あるいは2年に1回か、この間出てきているというふうに思います、でその時々のまあ対応があるんだけども、まあえー、不採択にした場合とか、それから審議未了ということに行った。 こととはあったといいう,うに思いますで、まあ、それが性が出てきたことに意味はあってそれぞれまあこうした議論もしてきてるわけやけれども、まあ、つまりあのこの団体さんがいつも出しこられて、ねでまあ、僕は今ずっと地元の中学校のたまにこ遊びに行きますが、まあ、例えばそこのお母さんたちが何とかしてほしいという切実な声が実は,僕,は僕にはまだ残念ながら届いてません。 で僕の若い友人たちが一生懸命弁当作って中学,中学校を卒業して高校に行く子どもたちがそのお母さんを真似して自分で女子学生ですき一生懸命弁当を作ってる姿をフェイスブックで等で見るとあこれは教育効果もあるんだなというようなことも思いながらで今の制度について、えー、僕はこのままで。 今の選択制でいいというふうに予算的な措置も含めて言えばそしてまた家族の,その会話のことも含めて言えばうちの息子たちもそうで育ちましたけれどもよかったなというふうにいまだ思っているところでありますので今回の請願について言えば、まあ、あえて言えば不採択だという方向でいきたいと思います。はい、日本維新の解散 あの私どもとしましてもです、ねあの、この請願が出てきた当初からあの言わせてもらっているところなんですけど、あの議論を今、一生懸命です、ねあの、議会の中で我が会派も取り組んでいるところでございます。でえー、先んだってもです、ね、我が会派として、えー、今までの給食の検証であるとか、えー、やっぱりしっかりとやっていきながらですね、 え進めていくべきだろうというふうに考えておりまして、そういった決議案も残念ながらまあ否決されましたけど、提出させていただいたところでございますし、現段階においても今、要望として、ですね京都市に対してえ過去のえ実績をどのように評価していくのか、保護者アンケートもしっかりと取ってほしいと、そういうことを含めて、検討をお願いしたいということをまさに今、要望している最中でございます。 でその中で、今、これをです、ねえー、今すぐ、えー、採択というのはです、ね、ちょっと時期尚早々だなというのが我々の考え方でございます。ただ、くれぐれもあの私どもとして申し上げているのは、今、必死になっていろんなことを研究して、我が会派としても本件について前向きな提案、そして前向きな京都市の対応を求めてです、ねえー、活動している最中でございますのでですね。 この請願のです、ねまあ、思いというかです、ね、それを全く否定するものではないんですけれども、例えば、えー、文言の修正もです、ね、最初もお願い、我々もしました、ところがそれもダメだとで、まあ一旦取り下げられてはどうかなというのを前回のこの委員会でも発言させていただきました、それはやっぱりその今、ここで採択、採択というのは、まだまだ今、議論をもっとやらなきゃいけないという考えからでございます。 でだからそれについても、残念ながら、えー、これはちょっと難しいと、まあ、これはもう請願権というのは、憲法にも認められておりますし、まあ、それをわれわれとしてどうということでもございませんが、ただ、残念ながら、本件については今現状、不採択という形で対応させていただきたいと思います、はい、京都党さん。 はい、あの和解派は従前から申していますが、選択性が望ましいと思っておりますので不採択でお願いします。はい。それではご意見が分かれておりますので、評、えー、決を取ります。えー、なお評決につきましては採択、不採択の順に挙手を求めますが。 採択、不採択、いずれも少数の場合は審議未了の扱いとなりますので、ご承知おき願います。それではまず、本請願を採択することに賛成の方は挙手願います。えー、少数であります。えー、次に本請願あ、失礼、不採択とすることに賛成の方は挙手願います。多数であります。よって本請願は 不採択ととすることに決しましまた以上で請願審査は終わりますが、この際、教育委員会に対して一般質問のある方は、ただいま挙手していただき、あらかじめ質問内容をお申し出いただきますようお願いをいたします。はい堀、えー、堀委員堀委員員どううぞも いやもうそのまま、えー、失礼、リーシの関係もありますから、一度、お立ちいただいて、すみません。ああの前回と同じ、あのもうあの一般質問させていただきましたけれども、あの主地小学校の敷地以内におけるあの駐輪場計画について、どうしても私、納得できませんのであの、一般質問させていただリー理事ー、そのままでよろしくいございますか。はい それでは引き続き、堀井委員、どうじゃあ、失礼いたしますあの。前回からの継続ですのであの、一律学校使用規則第4条2項3に該当していると、まあ、おっしゃっていらっしゃいまして、4条2項の3では、必要があると認めた場合っていうふうになっているわけなんですね。でどういう必要があっておっしゃっているのか、再度確認をさせていただきたいと思いますので、お願いします。 稲田総務長今回の白塚第7小学校の駐輪場でございますけれども。 あの建設局のの方で、えー、地元からの要望を受けて、いわゆる駐輪場、違法駐輪対策の必要性があるということで、我々の方にご相談いただいたものでございます、あのそういう公益的な必要があるというふうに考えておりますし、もともと今の使おうとされている敷地自体は、もうフェンスであの子どもたちが通れないようになっているような、いわゆるデッドスペースでございますので、全く学校、教育活動に必要はないというふうに判断しております。 あの私ねあの、公益的な必要で、しかもデッドスペースだから、あの今現在、えー、子どもたちが、まあ、6歳から12歳までの子どもたちがあ通っている、えー、そういう敷地の中に、私は営利、えー、目的というふうに私はどうしても思えて仕方がないです、営、え、利、ー、目的で、えー、駐輪場というのをやっている、これ、教育的な観点から見てもおかしいと思うんですね。えー、前回あの富先生が あのドド小学校であの介護施設でしたっけが入っているデイサービスが入っているで、えー、北区の報徳でもデイサービスが入っているこれはね高齢者の方と接するっていうようなそういう教育的な効果がつまり子どもにとって 効果があるという場合にはあの、この項目が生かされていくのではないか、一般的な公益っていう形になったら、すべての小学校、あるいは中学校、こういう施設が使われていくっていうことになっていくのではないかという危惧をするわけなんです。ですから、この部分から見てもあの認められないというふうに思いますので、ぜひあの建設局に取りやめをお願いをしたいなというふうに思います。そしてあの前回の委員会でね あの地域は賛成しているとでしているところがあると、私が言っていることは正しくないというようなことを言われましたけれども、あの主治地,地域では駐輪場反対の署名を集めていらっしゃいましてね、そしてそれが今、915筆集まっているそうです、で、主治学区と守護学区で788筆集まっているということなんです。これを見てもあの 賛成だというふうには言えないのではないかでね。あの地域の要望と言ったときに、あの自治連の会長さんであったり、役員さんであったり、えそういうところが ＯＫ 出したら、あ進んでしまうような形ではなくって、本当に地域の人たちがどう思っているのかというところでの論議をしていただきたいというふうに思います。えしかも、京福電鉄嵐山線のあの大宮行きの駅がですね、この来年の3月に 市場通りよりも北側であのいわゆる開設されていくわけですそうするとそこのプラットフォームになっていた部分が開くわけですよねこれね駐輪場対策っていう部分のところでいくと阪急電車と京福電車との関わりも大きな要因になってるというふうに私は思うんですよそれをなぜ、えー、子どもたちが今通っているあの学校を使わなければいけないのか。 もっと違う場所の選択っていうのがあってよかったのではないか、そのことを考えたら、教育委員会がこれはちょっと困ると言えば、建設局も、ゴーサインは出せなかったんじゃないかというふうに私は思っておりますので、再度のご検討をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。稲田総務長 学校施設の目的外使用についてはあの今、教育的効果があるかどうかでも、まあ、それももちろん公益の1つかと思いますけれども必ずしも教育的かどうかという部分で判断しているものでございません。これまでもあのいわゆる NTT の電柱ですとかいわゆる太陽光発電で民間の方が収益を得るための施設と、まあ、そういうようなものにも活用していただいております。でえー、学校に使用があるかかなないかといとととう判断でなりますと今の,全く今のところ使用が という判断をしておりますので、ほかの,の建設局の方で、どのようにこの選択はされたかというのについては、教育委員会がどうこう判断するものではないと思っておりますので、建設局にまたお問い合わせいただければなと思っております堀<井>えっとね、あちら側の道路の方には、公聴会の出入り口がありますよね。 そして給食室の関係もありますよね、私ね、何かが起こったときに、あの今は使われていなくても、あそこの裏側、出てくれると通りがあるわけですから、あの裏側だって、通るっていう、使うっていうことがあるんじゃないかというふうに思います、でそしてあの、あの塀沿いの建物、4階建ての建物が、子どもたちの学習の場なんですよ。 1>, で1階に1年生がいてというようなそういう状況のある中でガチャ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 音がするというようなしかも4階から何か物が落ちてきた時にそれを損害賠償とかそういったものに対してどういうふうな責任の対応ができるのかそういうところまで想定して考えるなら何が起こるか分からないという状況の中でそういうものを設けることが本当に教育の場にふさわしいものなのかどうかという点で考えていただきたいというふうに思います。 ご答弁はよろしいですか、稲田部長あのいわゆる中学あの小学校の,あの避難経路に当たっている場所でもございませんし、えー、フェンスと小学校校舎の間は1.5メートル空いた状態で使っていただくというふうに、えー、お約束しておりますその他あの警備員の方、あるいは防犯用のいろんな対策をした上でえで、ー、目的外使用許可をしようとするものでございまして。あの 校長会事務局、あるいは党にもあのご説明して、あのそれで了解をやっております、あの私,ども私どもとしては、学校施設、確かには学校子どものために使うのが大事ですけれども、まあ、公の施設ですので、えー、公の公益のために一定て、支障がない限り使,い使っていただくということについては、何ら問題ではないのではないかと思っております。はい堀井 公の施設っていう観点でいったら例えば駐輪場を対策していくっていう部分ではそれは、えー、阪急電車を利用される方あるいは京福電車を利用される方そういう方を対象にした駐輪場になっていくのじゃないでしょうかそれはその地域のあの子どもたちのためになるっていう形ではないのでそこが公のっていうような形で何でも許していったら全てがそういう形になっていくんじゃないですか すべて認めていくことになるんじゃないでしょうか、そのあたりの部分でのご判断をきちっとしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか稲田総務長あの自転車を利用される方、まあ、その方へのまあ利益というのはあるかもしれませんが、基本的には、いわゆる違法駐車によって近隣の方がご迷惑になる、そういうところの公益というものに着目しているところでございます堀井。 いやそれ違法,違法注射がそこのところにあったという事実あるんですか、今そのあの、そこの敷地のところであるんでしょうか、それ、ないでしょ、今。で、それが出てくるからそこに置くっていう、そこをするっていう形の部分っていうのは、ちょっと私は納得できませんけど。稲田総務長 あの今の山陰駅の周辺の地方駐輪のことを考えてあのこの、まあ、今回の出口の変更によってこの周辺地域にそういうものが増えていくだろうということで地域の方々がご心配なさって建設局等にご要望なさっているものでございますのでこれはあの必要なものではないかなと考えております。堀 再度おお願いをしておきますけど地域の方の本当にご意見なのかどうかということをあの確かめていただきたいというふうに思いますでそれでその地域の方の意見として多かったらあの、まあ、それ少なからずあのあれでも全然違うと思ってますからね。 あの自治連の会長さんが誰かということは、私は存じ上げておりますけれども、しかし、あのその自治連が認めたからといって、対応していくというのではいかがなものかというふうに思いますので、本当にそこの地域で住んでいらっしゃる方のご意見を大事にしていただきたいというふうに思います、えー、この件に関連して、はい、大津副委員長。 はい、あのちょっと地元ですんであの、まあ、あの学校の使い方というあの一般論のところでまず言うとですね、まあ、阪急電車の出口ができて違法駐車が。 あ増える増えないと思っている人は多分地元で非常に少ないと思いますであのなぜか反対されている方は駐輪場ができると危険になるというあの意見を言っていらっしゃるんですがあの私は真逆だと思っておりましてあそこ今街灯もなくてです、ね、非常に暗いでゴミも捨てられるという状況の中でしっかり業者の方が清掃もするという約束をしていただいてなおかつ電気もつけて、えー、通学路のすぐ近くですからね逆に違法駐輪がなくてしっかり止めていただくことによって 生徒の安全が確保できるという,ふうに思っていますであの別の場所の話もありましたが、まあ、別の場所の検討は確かにしたらいいと思うんですけど私はむしろ今の学校の北側だけでは足りないではないかなという,うな思いもありまして、えー、まだまだ対策が必要だというふうに思っていますでその上であの地元の意見かどうかという話ですが、まあ、先ほど反対の意見の,あの署名という話ありましたがあの私が聞いている範囲ではサインの出口がそこにできるのを知らんかったという状態でサインされている方もいらっしゃいます 内容分からずにサインされている方もたくさんいるというふうに聞いてますでその上で前回も言いましたがあのまず学区の中でもあの小学校の周辺の町内というのがあるんですねその町内隣接している3つの町内に関してはあー町,内会も町内会長も含め基本的に賛成をしていらっしゃいますでこれが当初にあってで途中でいろんな反対意見があったんですあの自転車を止める音がうるさくて寝れないとかねあそこに電気がついたら寝れへんって言,うと言ってる人がね 近くの町内じゃなくて非常に離れてどう考えても音を聞こえないような町内の人がそんなことを言って反対しているという事実もあるんですね。ので、その確かに反対の署名はある程度数集まっているかもしれないんですがそれが全体の意見だというのはちょっと想計かなとでその上でえで、ーまあ、確かにこれは自治連合会主催でやってますが事前に住民の方にいろいろアンケートを取ったときは、えー、あの過半数以上の方が賛成をされているという実情があります。あの反対派の意見の方の意意見見方ももちろん あの一部あの、理にかなっている部分もあるでしょうし、えー、それはそれで尊重したほうがいいと思いますけど、えー、かといって、反対派が多数であったりとか、その反対派を言ってる方の意見が、えー、公益に資しているかというと、かなり微妙なところがあると私は思っております、あのそういう意味では、あのまあ、もちろん両方の意見が出ているのは事実ですが、あの反対が多いというのは、あ,あんまり客観的ではないかなというふうに思います、えー、他にございませんか。 なければ以上で教育委員会を終わります理事者の皆さんご苦労様でした委員の皆さんもしばらくお残り願います負託議案の取り扱いについてでありますが各会派でご検討いただき12月8日木曜日に開会する予定の委員会で討論決了といたしたいと思いますのでよろしくお願いいたしますこれをもって本日の委員会を散会いたします委員の皆さんご苦労様でした